スイス航空330便爆破事件は、パレスチナ過激派 PFLP のテロリストが、スイスで有罪判決を受けたことに対する報復として、パレスチナゲリラが引き起こした航空テロである。この事件は、航空貨物に積み込まれた小包爆弾が爆発したことにより引き起こされたものである。1970年2月21日、スイス航空330便は、 スイスのチューッヒ空港からイスラエルのテルアビブを経由して香港の京都国際空港に向かう定期便として予定されていた。使用機はコンベア CV-990 コロなどからおよそ900メートルの地点にあり、また2キロメートル先にはベゼナウ原子力発電所があり、一歩間違えれば各施設の破壊という最悪の惨事が生じる危険性もあった。 ありがとうございます。